こんにちは、ミントです。 F1 の2019年がいよいよ始まりますね。今年はメルセデスのハミルトンを止められるのでしょうか。日本人ドライバーは不在ですが、ホンダがトップ3のレッドブルと組んだことにより、いつになく期待できそうな新シーズンです。今回はデザインが複雑化してきたドライバーのヘルメットやカーナンバーをチームごとにご紹介します。メルセデス、5年連続でタイトルを独占してきたメルセデスとハミルトンですが、2019年はどうなるのでしょうか。左がルイス・ハミルトンでカーナンバー44で、右がバルテリ・ボッタスでカーナンバーは77です。エナジードリンクのモンスターのロゴが特徴的ですね。デザインが赤がハミルトン、青がボッタスで覚えるとミントのような初心者でも分かりやすいかもですね。フェラーリ、2018年は最速マシンとも言われていましたが、結果タイトルは獲得できませんでした。今年はベッテル、そしてシャルル・ルクレールと期待せずにはいられないチームです。左が非常にシンプルなドイツ国旗のカラーリングのベッテルでカーナンバー5、右がザーバーから移籍した期待のルクレールでカーナンバーは16です。フェラーリは白のヘルメットがベッテルと覚えると簡単に見分けがつきそうですね。レッドブル、これまでルノーエンジンのカスタマーとして不満だらけのシーズンを送ってきたレッドブルは、ついにホンダエンジンを手に入れ、いつになくチームの士気も上がっています。ハミルトンを止めるのがレッドブルかもしれません。左がマックス・フェルスタッペンでカーナンバーは33、右が F1 参戦2年目でトップチームに昇格したピエール・ガスリーでカーナンバーは10です。2人はデザインが似ていますが、白がフェルスタッペン、赤がガスリーと覚えるといいかもしれません。ルノー、レッドブルという勝てるチームを失ったルノーと、レッドブルから電撃移籍したダニエル・リカルドは今年は勝負の年かもしれません。左がニコ・ヒュルケンベルグでカーナンバー27、右がリカルドでカーナンバーは3です。なんといってもヒュルケンベルグのデザインがすごいですよね。リカルドは開幕までに違うデザインとなる可能性があるそうですが、それも楽しみです。マシンのカラーリングに馴染んでいる方がヒュルケンベルグと覚えましょう。ハース、フェラーリとタッグを組み、毎年確実にチーム力をつけてきているハースは、不用意なクラッシュなどでポイントの取りこぼしを減らす必要があるかもしれません。左がグロージャンでカーナンバーは8、右がマグヌッセンでカーナンバーは20です。青がグロージャン、赤がマグヌッセンと覚えましょう。マクラーレン、現役最速とまで言われたアロンソが現場から一時的に離れ、サインツがルノーから移籍、そして F2 からランドノリスが昇格し、2人ともドライバーが変わりました。左がサインツでカーナンバーは55、右がランドノリスでカーナンバーは4です。サインツはスペインカラー、ノリスはブラウン GP の時のジェンソンバトンのようなカラーリングですね。レーシングポイント、残念ながら消滅してしまったフォースインディアの後のレーシングポイントは確実にチーム力はあるので飛躍する可能性を秘めています。左がセルジオペレスでカーナンバーは11、右がランスストロールでカーナンバーは18です。この2人、今年一番ヘルメットでの見分けが難しいかもしれません。ミントは自信ありません。アルファロメオ、昨年ルクレールで飛躍したザウバーはアルファロメオに代わり2019年を戦います。フェラーリから移籍したライコネン、そしてリザーブドライバーから昇格したアントニオ・ジョビナッツィの2人はダークホースかもしれません。左がライコネンでカーナンバーは7、右がジョビナッツィでカーナンバーは99です。
ジョビナッチーは見事なまでのイタリアカラーなので簡単に見分けがつきそうですね。トロロッソ。昨年ホンダと組んだことにより日本人の注目度が上がったトロロッソ。ホンダとの2年目シーズンは非常に期待できます。ダニール・クビアトの復帰、アレクサンダー・アルボンに期待せずにはいられません。左がクビアトでカーナンバーは26、右がアルボンでカーナンバーは46です。アルボンは元 GP のロッシに憧れており、ロッシのカーナンバー46を半分にしたみたいですよ。クビアトはロシアカラー、アルボンは黄色で覚えるといいかもですね。ウィリアムズ。2018年コンストラクターズで最下位だったウィリアムズにとってチーム存続をかけるべく2019年は重要な年です。しかしテストからマシンの完成が遅れるなど波乱続きで、タイムもダントツで遅いというスタートになってしまいました。ドライバーは悲願の F1 復帰を果たしたロバート・クビサと F2 チャンピオンのジョージ・ラッセルです。チーム、ドライバーにとっても2020年以降がかかったシーズン、なんとか挽回してほしいものです。左がクビサでカーナンバーは88、右がラッセルでカーナンバーは66です。赤と黒がクビサ、水色がラッセルと覚えるといいかもです。いかがでしたか？これを覚えられたらさらにレース観戦が面白くなるかもしれません。皆さんはバッチリ覚えましたか？そして誰のヘルメットが好きですか？ミントはデザインは覚えられたとしてもカーナンバーまでは正直無理そうです。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。おやすみんと。